チョコレートを使った工芸菓子の霊工芸菓子は菓子の材料を使って制作される展示、鑑賞用の造形作品のこと。店舗の装飾や宴席、イベントなどのために制作される。食用に作られるものではないが、すべて菓子材料で作ることが第一条件とされており、制作に高度な技術を要するものである。洋菓子ではピエス・モンテとも呼ばれ、ウェディングケーキや、 クロカンブッシュなど食用とするものも含まれる。ピエスは、商品、部品、モンテは、はめ込まれたのいである。ミルヘルミナの、ウェディングケーキ材料は、和菓子では、新古や金華糖、うん平、アルト等洋菓子では、マジパン、グラスロワイヤル、チョコレート、ヌガティーヌなど。和菓子の分野では、酸水、花鳥が、写実的に表現されるが、洋菓子では白。 塔など建築物が多く、他にも人物、道具など多様なモチーフが採用されている。現代のピエス・モンテでは、パスティア・ジュニア・メザイクを加えて作る、抽象的なデザインのものも多い。日本の鑑賞洋菓子の歴史は、江戸時代、元禄教方の頃に、大奥で鑑賞された、建造菓子に始まる。明治時代には、白斜塔が輸入されるようになって、運転が作られるようになり、 運平記事の砂糖細工の技術が発達していった。洋菓子のピエス・モンテは、ナポレオンに仕えたルボーという名の菓子職人が、考案したとされている。その後、19世紀前半に活躍し天才料理人と言われたアントナン・カレームは、建築の一分野としての菓子を歌い、数多くのピエス・モンテのデッサンを発表し、実際に制作した。A.B. 早川幸 歌詞入門日本食料新聞社、1997年47ページ。ABC 山本孔光る編、百科辞典東京堂、出版、1997年96ページ。ABC 洋歌詞あれこれピエスモンテ日本洋歌詞、協会連合会、2016年8月5日閲覧。ABC 山本孔光る編、百科辞典東京堂、出版。 1997年、206ページ。工芸菓子の数々、和菓子編お菓子なんでも情報館、全国菓子工業組合連合会、2016年8月5日、閲覧。工芸菓子の数々、洋菓子編お菓子なんでも情報館、全国菓子工業組合連合会、2016年8月5日、閲覧。工芸菓子についてお菓子なんでも情報館、 全国菓子工業組合連合会2016年8月5日閲覧ピエスモンテに関するカテゴリーありがとうございます。